ここからはあの頃に卍固め、早速この方の入場です。どうぞ。さあゴングとともにやってまいりました。決まった。おろおろしました。定位置に着くのに若干おろおろしましたが、さあスタジオには大分合同新聞社の下川博樹さんです。下川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今日も気合入ってますね。そうなんです。実はね、起業までにですね、朝日新聞、はい、西日本新聞、はい、日刊工業新聞、共同通信社、この幹部の方々が今日生で見ますと。私に予告式ブレンバスターを送って。予告式があるんだ。ブレンバスターで今日朝日新聞の大分総局でなんかパブリックビューイングやってるらしいんですよ。なるほど、まあ、それご覧になってるんだ。それで気合入ってるわけですか。そうなんです、はい、いやでも注目なのはそういった方々だけじゃなくて、大分市の竹本さんがお便りくださってですね、卍固めいいですね、好きですと、うんうん、で前回紹介したフォーナランドという施設に行ってて懐かしい気持ちになったとお寄せいただいたわけなんですよ。各方面注目です。いや本当にありがたいことです。じゃあ気合を入れてまずはコーナー紹介からお願いしましょう。はい、プロレスアナリストの私下川がですね、大分合同新聞のデータベースの中から過去の記事を持ってまいりまして、強引にプロレスに結びつけながら皆様と一緒にタイムスリップしましょうと、こういうコーナーになっております。かなりタイムスリップという意味ではね、もう懐かしい気持ちにもなれるコーナーです。お楽しみいただければと思います。では最初はこちらの記事です。はい、1983年夕刊の社会面ですが、バレンタイン助け合い運動、なんじゃこりゃっていう感じですけどね。んから始まる記事あるんですね。あるんですよ。はい、これ、何これ大分市のパルコ前で、はい、チョコレートをもらえない男性にですねチョコレートをあげましょうということで街頭募集活動をやってますという、そういう記事なんです。今の時期ならでは募金みたいな感じでもうチョコレートをこうね、集めて、で集まったチョコレートをですねパルコのエレベーターガールの皆さんが男性に渡すと、こういうイベントですね。渡される人は恵まれない男性。まあそうなんですけど、まあすごいご時世ですね。大きなお世話だこれって感じもしますよね。いや本当ですよね。まあこんなイベントやってたんだ。半分ジョークみたいな感じですね。はい、盛り上げようという気持ちから気持ちが伝わってます。そしてね、さらに今度はですね、1990年の新聞夕刊のミニ事件簿です。はい。これもバレンタインデーの話題なんですけども、さっきとちょっと裏返しなんですが、大分医大の教官の有志がですね、もう本当学生の皆さんに少ない小遣いでチョコレートを買って私たちにくれる必要はないということで辞退しますという、そういう掲示をしたという。宣言する、もうチョコ大丈夫ですよっていう宣言をしたってこと、はい、わざわざ、ちょっと女性からするといらん世話ですよっていう、だから裏返しあげたい人にはあげるし辞退されたら旬ですよ。で、まあ、バレンタインデーといえばですね、はい、まあ、人それぞれいろんな恋のドラマがあります、今日はですね、あの多くの男性が確実に落ちるであろうと、はい、思われるような決め台詞をちょっと伝授します。チョコ渡す時の、渡す時の気になる。下川さんが、私がやります。はい、私がやります。はい、これあの女の子、はい、タタタタ、あチョコが用意されたひろきくん、これチョコレート、あひろきくんって私です。あで、俺に、女の子、ギリチョコじゃないからね、タタタタ消えていった、消えていった、小走りに消えていった。ここまでセットでね、わ、小走りで消えるまでセットに、そう、ギリチョコじゃないからねで消えると。なるほど、その一言が決め台詞に。決め台詞です。確かにちょっと検討しますね。好きですっていうよりいいんですか。もうこっちの方が効きます。ギリチョコじゃないってことだって向こうがちょっと考えて、そうなんです。ちょっとおばちゃんやってみて、やってみていいですか。じゃあ下川さんにしたらいいですか。まあでもカメラに向かって、カメラに向かっても、カメラに向かっても言い方感じいいよ。え、最初ひろきくん、ギリチョコじゃないからね。ちょっとこの小走りみたいな、あ、こういうこと、落ちてる、やられましたね。わかりました。早速聞いてる、下川さんがちょろいってことだけわかりました。早速聞いてる。いや試してみようかな。それでですね、本当にあのバレンタインで近いですけども、本当にあの女性の皆さん、
勇気を持ってバレンタインデーに臨んでいただきたいということでですね。いいですね。じゃあ勇気が出そうな技をお願いします。はいはい、勇気という名前の技、バレンティア。おお、響きがバレンタインっぽいですね。まさにバレンまで一緒。え、これ勇気っていう意味があるんですか。はい、これ垂直落下式ノーザンライトボムっていう技なんですよ。抱え上げて落とすんです。はい、すごいな。落とす、はい、バレンティアっていうバレンティアです。技をかけずにセリフでハートを落としていただきたいですね。皆様、素敵なバレンタインだよっていう今の時期ぴったりの記事からご紹介でした。さあ続いてこちらの記事です。はい、1980年の夕刊社外面、学習ノートも大きくなる、うん、みたいな感じですけどね、うんうん、実はこの年の4月から小学校1年生の教科書がですね、はい、A5 サイズから B5 サイズに大きくなるということで、この時から、はい、でそれに伴ってですね、うん、ノートもですね、まあ、こんな感じですけども、うん、こっちからこっち、あ、なるほど、実際持ってきていただいた、ジュニアヘビー級からヘビー級に変わるという、プロレスに例えるとね、大きさわかんないですよ、はい、でさらにですね、うん、ノートの値段が、まあ、30円ぐらい上がりますよということで、あ、まあ、仮にですよ、うんうん、仮に猛勉強をする小学生1年生がいたとして、はい、年間に10万冊ノートを使ったとしたら、使わないけど、どんだけ、300万円の出費増です。いやいやいや、おらんでしょう、10万冊おらんですね、おらんでしょう、はいはい、まあ、どんどん勉強してほしいということですけれども、まあ、教科書といえばですね、教科書のようなプロレスラーがいたんです。お、誰だ、人間風車ビル・ロビンソン、ビル・ロビンソン、はい、人間風車ビル・ロビンソン、でこの流れを組む道場がですね、東京高円寺スネークピットジャパンっていうのがあります。でそこで学んでいるザ・ウルフっていうレスラーがいるんですけれども、ちょっと写真を行きましょうか。ザ・ウルフ、ザ・ウルフ、どんなレスラー、はい、おー、はい、リリシー、これ私の後輩のレスラーです。そうなんですか、ベルトも持ってる。まあ、やっぱそこで学んだということで、人間的にもですね、技術的にもかなりスケールが大きくなってるわけです。ノートと一緒です。ノートと一緒でザ・ウルフが登場して、最初はノートだったけど、だんだんウルフのように大きくなって、そうです。ということは決め技もザ・ウルフ絡みでしょうか。はい、はい、キャメルクラッチ。キャメルクラッチ、これどんな技でしょうか。はい、ちょっとね、今日写真用意してきました。はい、キャメルクラッチ行きましょう。はい、これです。わー、すごい。あ、このかけてる人はザ・ウルフ。ザ・ウルフです。大きくなって、大きくなりました。これ難しい技ですか。意外と簡単だろう。この体勢になるのが難しい。難しいですね。うわー、すごい。なんか成長がいろんな意味で感じられる。そうですね。そんな2本目の記事となりました。はい、さあ今日は2本の記事ご紹介でしたが、ここで大分合同新聞社からのお知らせです。大分合同新聞社は、大分合同新聞サーキットゴルフ大分県ゴルフ選手権大会の出場者を募集しています。部門は一般、シニア、グランドシニア、スーパーシニア、女子一般、女子シニアの全6部門。参加料は4000円です。詳しくは協賛クラブまたは大分合同新聞社イベント事業部までお問い合わせください。さあどうですかね、今日パブリックビューイング会場盛り上がってますかね。多分盛り上がってると思います。どのあたりがっていうと、いろいろ手応えがあったみたいで満足そうです。よかった、よかった。これからも生で皆さんご覧いただきたいと思います。じゃあ次回は2月23日登場予定となっています、はい、大分合同新聞社下川博樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あの頃に卍固めでした。